サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、シンプルなフラットポーチの作り方です。20センチのファスナーを使用しています。縦は15センチのサイズです。今回は見本でこちらの A 字がデザインされた生地でもポーチを作ってみました。シンプルなポーチなので、今回はこちらの生地の雰囲気に合わせてラインストーンや星のチャームで可愛く飾り付けをして遊んでみました。ぜひお気に入りの生地で作ってみてくださいね。最後までご覧ください。フラットポーチの材料を紹介します。今回は表地に接着芯を貼ります。こちらは裏地です。表地と接着芯と裏地はすべて縦32センチ、横幅23センチです。ファスナーは20センチのファスナーを使用します。タブは縦4センチ、横幅8センチを1枚ご用意ください。今回はせっかくなので、こちらの縫い付けるタイプのラインストーンや星のチャームで可愛く飾り付けをしようと思います。飾り付けはお好みでどうぞ。それでは表地に接着芯を貼ります。裏面を上に向けて置いてください。接着芯を貼りましたら、次はタブを作ります。まず半分に折ります。で、両端を再び半分に折ります。両端を縫います。それでは表地にタブを縫い付けます。こちらの上から3センチのところに印をつけます。印に合わせてこちらのタブをこのように2つに折っていただきまして留めます。端から5ミリのところを縫います。端から5ミリのところを縫います。それではファスナーを表地に縫い付けます。まず半分に折っていただきまして、中心に印をつけます。ファスナーも半分に折って中心に印をつけます。このように中心に印をつけましたら、ファスナーの取っ手の部分が下に来る形で表地の端に留めます。こちら中心を合わせます。このようにファスナーを留めましたら、端から5ミリのところを縫います。ファスナーを縫い付けます。ファスナーを縫い付ける際にはミシンの押さえをファスナー用の押さえに変えていただいたら縫いやすいのでおすすめです。端から5ミリのところを縫っていきます。それでは裏地と中表に縫い合わせます。ファスナーの部分は途中まで開けておいてください。で、中表に合わせます。このようにピンで留めましたら、こちらのミシン目のところよりも2ミリ下のところを縫います。それではミシン目のところよりも2ミリ下の方を縫っていきます。
このように縫えました。それではこちら縫い代の部分を裏地側に倒している状態で、裏地のところを引っ張りながらこの端のところを端ステッチします。ファスナーは閉じておきます。こんな感じです。裏地の端のところを端ステッチしました。そうしましたら、続きましてこちらの面にファスナーを縫い付けていきます。このように置いていただきましたら、半分に表地の方を折りまして、ファスナーの中心と先ほど表地の中心に印をつけたところを合わせてピンで留めます。このようになっています。ピンで留めましたら、端から5ミリのところを縫います。それでは端から5ミリのところを縫います。針が近づいてきましたら、ファスナーの取っ手を持っていただきまして、開きます。このように表地の方にファスナーを縫い付けましたら、裏地を中表に半分に折っていただきまして、こちらの部分を端を合わせます。このようになっています。ピンを留めましたら、先ほどと同様でこちらの縫い目の部分の下に2ミリのところを縫います。こちらのミシン目のところよりも底側の方に2ミリのところを縫います。ファスナーのこちらの取っ手の部分が近づいてきましたら、ファスナーを閉じておきます。こちらの端までファスナーを閉じました。こんな感じです。今こちらを縫い終わりましたら、ファスナーの玉はこちらにある状態で閉じています。そうしましたら、反対に向けていただきまして、このような形にします。こちらの裏地が先ほど端のところを押さえステッチした裏地側です。こちらがまだこちらの端に押さえステッチをしていません。こちらの縫い代の部分は底側の方に倒している状態で、裏地の端の部分を端ステッチしていきます。ちょっと縫いづらいんですけれども、少しずつ縫い進めます。生地がシワにならないように引っ張りながら縫い進めます。その都度このように引っ張って縫い進めてください。こちらファスナーの取っ手の部分が近づいてきましたら、ファスナーを開きます。このようにファスナーを広げました。最後まで縫い進めます。このように裏地側の端の部分を端ステッチしました。このようにファスナーを縫い付けることができました。
そうしましたら、こちらの脇の部分を縫っていきます。まずこのファスナーの端の部分ですね、そちらは裏地側の方に倒します。裏地側の方に倒していただきましたら、ピンで留めます。こちらも同様にファスナーの端を裏地側の方に倒します。そしてピンで留めます。このように脇をピンで留めましたら、こちらの裏地側の方に返し口を8センチ開けます。8センチのところに印をつけましたら、縫い代1センチで縫います。ミシンの押さえは普通の押さえの方に戻しておいてください。縫い代1センチで縫います。表地と裏地のこちらの切り替えの部分は返し縫いしておきます。返し口8センチを開けています。反対側は縫い代1センチで全て縫います。こんな感じです。それではこちら、角のところは斜めにカットしておきます。返し口から表に返します。表に返しましたら、返し口を手縫いでまつります。返し口を手縫いでまつりましたら、表地の中に入れます。アイロンで形を整えていただきましたら、ポーチは完成なんですけれども、今回はせっかくなので、こちらの生地の雰囲気に合わせて、こういった縫い付けタイプのラインストーンや星のチャームで飾り付けをしようと思います。飾り付けをしない場合はこちらで完成です。飾りはお好みでどうぞ。大体で縫う位置を決めてから飾り付けをします。縫い付ける際は裏地を一緒に縫ってしまわないように気をつけてください。このように飾り付けをしました。こちらで完成です。フラットポーチが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。